どうしました？俺お前んちに携帯忘れてない？え、雑誌の間とか挟まってない？いや、あった？ないっすね。日記の間は？いや、日記もないっすね。え、あった？これ見たんすか？いや、見てないよ。見てないっすか？開けちゃったけど、その時俺目つぶした。はい、じゃあそこは通気口の中は？いや、これ入りますから。万が一ってことがあるから。万が一日記見てないっすよね。見てない、しつこいな。トースターは？いや、ないですよ。お前の口の中は？そんな、いくらなんだよ。お、あった。なんだこれ、びっくりした。うん、下駄箱の後ろの隙間は？ここ入んないんじゃないですかね。俺の携帯薄いからそういうとこ入っちゃうんだ。あ、やべえ、抜けない。ちょっと終わった。あった。スリム&コンパクト704i デビュー。あれ、大丈夫？浅野さん、靴忘れてないですか？うわ、俺話だよ。何やってんすか？ちょっと靴持ってきてよ。だって俺今動けないっすよ。じゃあ誰か電話してさ。誰に電話します？あの子は焼肉屋の子は。やっぱ日記見たでしょ。